カキ DIY と申します。今回ですけども、こちらのカーナビをレビューしたいと思います。友人に取り付けも頼まれているので、そちらの方も動画に残せればと思います。イエローハットで買ったカーナビとなりますが、株式会社イノベーティブ販売のレジオ AZ723、 購入価格は 39,800 円、超激安カーナビとなっていますが、見る限り機能は十分でこんな感じ。地デジはフルセグで DVD や USB にも対応、 HDMI ポートもあるのでスマホのミラーリングにも対応します。標準的な機能はあるので、それほどこだわりのない方であれば十分使えそう。画面解像度が 800×480 なので若干低めですが、まあそこだけ妥協すれば十分いけそうな感じ。ではね、本日取り付けるわけではないので、ちょっと中を確認しながら見ていきたいと思います。ではね、付属品を見ていきますが、まず取説と B キャスカード、テレビ用のフィルムアンテナと地デジと GPS 一体型のフィルムアンテナとなっています。AV ケーブル端子と電源ケーブル配線、こちらマイクで、 HDMI ケーブルは別売りですね。ではね、背面を見ていきます。まずこちらが電源端子で、一つ一つが木干し端子になっていまして、例えばバッテリー電源やアクセサリー電源や、あとはスピーカーとかそんな感じ。ステアリングにもここにも対応で、こちらを純正カップラーとつなぐのですが、直接はつながらないので、純正からの交換の場合には車種別の配線キットが必要となります。あとこちらはパーキングセンサー、解除したければ明日につなぎます。これはバック信号、車速センサーの配線はないみたいなので、この機種にはね必要ないみたいです。自立後方はできないタイプ。でこれは USB 端子で、読み込み用と充電用です。でこちらが AV 端子、映像と音声の入出力が結構ありますね。サブウーファー出力とかマイク入力とか AUX、 あとバックカメラにも対応しております。こちらが HDMI ポートで GPS アンテナで、こちらが地デジアンテナで、最後にこちらがラジオアンテナの入力。ちょっとごちゃごちゃしているけど、車外カーナビの配線はこんな感じです。ではね、12V 電源のみつないでみたので、機上での確認となりますが、少しだけね、操作してみたいと思います。まずこちら、マップとなりまして、3D と 2D とノーズアップの切り替え。画面を見る限りは別に画面が荒いとか暗いとかはなくて、思ったよりも全然綺麗です。タッチ感度も良くて操作はスムーズですね。でこちらは設定画面、
じゃあ次に USB メモリを使います。じゃあ次に DVD ドライブ、走行中は音声のみとなってしまい画面は映らず、ではパッキングセンサーをアースにつないでもう一度試します。はい、こんな感じでバッチリです。はい、こんな感じです。機上での確認とはなりますが、最低限の機能はあるし、フルセグも見れてこの価格は安いと思います。ではね、取り付けの解説に移ります。取り付けするのはスズキラパンの HE22S。 まずはオーディオパネルを取り外します。手が痛いのでグッズを装備。まずは今ついているナビを取り外します。ナビ以外はそのまま使います。こちらが純正ハーネスにつながっているオーディオハーネス。ハーネスの方は留用します。助手席側のピラーを外して、ここから線を通します。既存の配線を外して、基本的には使い捨てですが、再利用するならね、きれいに剥がします。はい、こんな感じで脱着完了。ハーネスをばらします。これは既存オーディオ側の配線なので使いません。でこちらがラパン用のオーディオハーネス。では配線の方をね、つなげていきます。色は全て一致しているので同じ色ではめ込むだけ。念のためタグの方を確認しておいて、基本的にアクセサリーは赤で、バッテリーは黄色で、イルミネーションはオレンジ。アンテナコントロールは青で、アース線はボディにつなぎます。スピーカーは4つあるのでプラスマイナスで合計8本。でこちらはバック信号。ちなみにこのカプラーから車速、パーキング、バック信号をね、取ることができます。パーキングセンサーは解除するのでアースにつないでおいて、こちら配線コネクターと呼ばれるもので、こんな感じでつなぎます。念のために導通検査。はい、 OK です。
マイクだけ使いたいので、こちらも接続。いやー、多いね。ではね、アンテナ線から取り付けます。配線を隠しながら通していきます。助手席の足元から上に向かって通します。ではね、遠い方から固定します。配線は天井に収納。こちら GPS 地デジの一定型アンテナ。ハーネスを取り付けて準備完了。今付けたアンテナはこちらで、ボディアースはこの辺に取り付けて、あとラジオアンテナを見つけておいて、オーディオにつなげます。シフトロックを解除してレバーを下げておいて、オーディオを入れます。配線をできるだけ奥に収納しないと収まらないので結構大変です。ではね、起動確認中です。おお、来ましたね。GPS OK ですね。でこちらフルセグ。十分綺麗だと思います。でマイクを取り付けて。ピラを戻して、ナビを確認するのに走行中。まあハイスペックと比べるとマップは劣りますが、十分使用できると思います。 DVD を再生中ですが、純正スピーカーとなりますが、以前のオーディオよりも音質はいい感じで、画面のタッチ感覚もスマホレベルで操作が可能。39,800 円で買えるカーナビですが、この機能と性能ですので十分満足いくレベルで、とにかく安いナビを自分で取り付けたい方にはおすすめです。はい、こんな感じで動画は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。